はい、皆様こんにちは、こんばんは。本日はこんな首輪です。かなりがっちりしてますので、これ当然中型犬、大型犬用の首輪になります。真ん中がクロス模様になってるんですね。で、両サイドがこのプチドリがこのようなくるくる巻いたようなデザインになって、当然こういった編み方は裏がこういうふうにくるくる巻きになってますので、どこを刺していただいても寸法が、だからフリーサイズですね、フリーサイズで使えるという。なのでこれはもうベルト金具向きの編み地ということで、ベルト金具にしました。ですので成長期のワンちゃんなんかにもいいかと思います。はい、本日はこれをご一緒したいと思いますので、よろしくお付き合いください。はい、それでは始めます。まずですね、この金具、ここが 35K が 35mm あります。結構大きいですね。はい、それで今日はちょっと今までとは違ったやり方で一部やってみようと思っております。それでこれはベルト金具の首輪ですので、で、出来上がり内周が 35cm のものは作れるように。なので、まあ、40センチぐらい、芯を40センチぐらい取っといて、35から37、8あたりの寸法に出来上がるような形で進めていきたいと思っております。そしてまず芯と土台作りのロープを2つ折りにします。はい、土台作りと芯と土台作りのロープをまず中央で2つ折りにします。そうしましたら、まずはこの先端の方を先に両サイド、ピンを挟んで両サイドに金具の中に通します。金具の中に通しましたら、まずこの通した方のロープの真ん中から、中央から長いロープを出しますね。そして、ここは輪になってます。先端は輪になってるんです。2つ折りに曲げたところですね。ここが40センチ、芯になる部分を作ってますので、40センチを必要としますから、まずは差し込んだロープの先端を揃えて、この芯になるロープが40センチになるように、まず確認、測ってそのようにセットします。はい、40センチでした。で、この中央から長いロープを出したら、次に両サイドに分けて、後ろから金具の後ろから裏から差し込むと、ここに輪ができますよね。で、この輪の中に差し込みます。そしたらこちらも一緒です。後ろから入れて、手前の輪に引き出します。この時にね、折り返したところが動かないように気をつけていただいて、2つこのように並びますね。で、一応再度確認で、ここが本当に40センチあるのかどうか、ちょっとそれは確認しといた方が念のため
はい、大丈夫でした。で、ここでもうこのように止まりました。そしてだけどもここサイド大きな金具なのでサイド隙間が残ってますから、この隙間を埋めたいと思います。で、その隙間を埋めるんですが、まずは埋める前にここに横同士にするロープを先に差し込んじゃおうと思います。後からやるとちょっとめんどくさいのでね。それでまずは土台の両サイドのエッジに来る部分、これをこの色にしてるんですが、これを端から端まで トンネルを作ってこの中を通します。これは2つ折り2等分です。はい、2等分に入りました。そして次にこっちへ先端を動かした方が楽ですね。で、ここへ通して、これも2等分。これも2等分します。で、このまま置いておきます。そして次に、表面に出てくる。はい、そしたら表面に出てくる模様。これも同じように、同じところの中央に入れます。で、これも2等分です。通しましたら、今度は締めてください。土台作りのと芯作りのロープをしっかり出して、引っ張って締めます。で、そして次にですね、ここの隙間空いたままなので、これも先ほど一番最初に通して茶色いロープ、これを巻き止めたいと思います。はい、ではこの隙間がまだ空いてますので、これを埋めたいと思います。これを手前から土台作りのロープ、長いロープ、一番長いロープを手前から差し込んで、このできた輪に、これちょっとこのように巻き込まなきゃ、これを巻き込まなきゃいけないので、できた輪に下からこれを巻き込みながら下から差し込んで止めます。で、これで巻き込まれました。で、ここが3列並びました。そして反対側も同じです。反対側も手前から向こう側、金具の中を入って、このロープを上に乗せて、
できた輪の中から土台のロープを引き出します。でこれで巻き込みました。はい、でもう一度ね、このし、あの土台、芯と土台作りのロープをしっかり締めて、ここを締めたいのでね。でこれで はい、それではこのような形になります。でこれで土台作りをまずはしますので、両サイドの長いロープ、土台作りのロープを上からかぶせて、隣の芯の下から出ます。上からかぶせて、隣の芯の下から出ます。はい、でこういう形になりましたら、で次にこの上に出てくる模様はちょっとお休みします。お休みさせて、両サイドの茶色いロープですね、これをこのようになってるところで、ここですね、ここに入って中央から出します。中央から出したら、この今通したこの中に通しますね。こういう形になります。これを左右同じように、ここのクロスをね、押さえたいわけですので、中央の窓に引き出して、自分のロープの下にくぐらせます。でこういう形になります。そしたら次は今度は青いロープ、青いロープを内側に巻いて、内側に巻いて、青いロープが内側に巻かれるときは、中央の模様編みのロープは向かい合わせに巻くので、青いロープと向かい合わせに巻きます。こういう形になります。でこれを引き締めていきます。芯をしっかり引っ張ると分かりやすいと思います。で左右を締めて、まずこの場合はこの中に入らないといけないので、幅を気をつけて、ちょっと気にかけて締めつけてください。ベルト金具なので、金具の中に入らないと使い物になりませんのでね。なのでこの幅が重要です。でここしっかり芯を引っ張って、幅を気をつけて、で全部持って、でここを押さえると、引っ張ると
いいです。で、まあ、ここはね、かさばってもまだ使うのは先端の方なので、ここはまだちょっと大丈夫です。幅が広くなったとしても。で、これで、またこれで、ここでね、ちょっと D カンを入れたいな。一結び、一段編んだので D カンを入れたいと思いますので、まず一番土台作りの一番端のロープ、これをいつもの通りまずは一結び、ここをね、一結びしないとずるずると D カンが動いてしまいますので、非常にリードをつけた時不安定感が残りますから、ここをしっかり一結びして、あとはもう両サイドだけ決めれば、あとはただ一回くるっと巻くだけで大丈夫です。で、ここで一結びをしっかり巻き、はい。で、今回は芯は輪にしてある状態なので、こういうふうに輪になっている状態なので、これを1回1本ずつ巻きつけることは不可能なので、まず模様編みの色のカラーロープの方、青のロープを1回巻きつけます。そして次に同じ土台と同じロープの模様編みを、これを巻きつけます。で、巻きつける方向は、まあこれはね、しっかり留めるのが目的なので、どちら向きでも構わないんですけども、これも同じ方向で、まあ簡単に覚えやすいようにということで、同じ方向にすることにします、今回は。で、ここに同じように巻きつけます。1回だけ巻きつけて、そして一番端の土台のロープ、これを手前から巻きつけたら、右側に出して、巻きつけたロープを右側に出します。そしてもう一回手前から入れて、できた輪から引き出します。よいしょ。よいしょ。はい、これでしっかりつきました。そしたら次にまた編み鈴、続きをするんですが、中央のロープと模様編みのロープ、これちょっと一旦お休み。で、まず土台から上をからかぶせて、下に潜って出して、そしたらこの両サイドのね、一番端のロープ、これをストレートに下ろしたら、真ん中の窓に出して、この自分のロープの下をくぐらせます。
はい、こうなります。そして次に、またここ同じところからスタートしたいと思いますので、はい、そして次は2段目ですので、2段目は中央のロープはこのように真ん中、中央に向かい合わせで出します。そしてこの青いロープ、これはね、交差させます。で、今中央のロープが向かい合わせですので、今度は青いロープは背中合わせで外巻きにします。中央のロープとは背中合わせ。でクロスさせましたら、今まで通りにそれぞれ引き寄せて締めます。はい、そしてこれはね、まだこう U 字形にたるんでますので、しっかり横を締めます。はい、そしたらまた模様編みのロープはちょっと一旦お休みをして、土台作りを繰り返してやります。まずこの両端か、両サイドからね、こうして中央に出して、両サイドはずっと最初から最後まで同じやり方です。こうなりました。で、同じように左側も中央に出して、くぐらせて、で今度は中央の模様なんですが、今ここで交差外向きにしたら、一番外側にこの青いのが出ますよね。青いのが出ましたら、これストレートに下に下ろして、これが一番外側にしたいんですね、次は。なので内向きに巻きます。今度は内向きに巻いて、内向きに巻いたら、今度向かい合わせに、真ん中のロープは向かい合わせにしますから、外に向かって巻く。こういう形になります。で、これを締めます。
相手サイドまた締める。これはソフトロープを使った方がいいです。ハードロープを使うと、ハードロープってガリバーさんが使ってるロープはハードロープで、でお値段も安いんですけども、それだとねかなりこの幅が出て、硬いロープなので幅が出てしまうんですね。なのでこの金具よりもっと大きいものを使うかしないと、ロープを変えるかしないと、金具はできるだけね、あまり大きくしない方がいいかと思うんですよね。ごつすぎて。それでなくても意外とこのパラコーダ見てごつい出来上がりになりますから。はい。で、こうなりました。今ここに両サイドに橋渡しができてるんですね。で、今度はまた同じように繰り返すんですが、土台作りをして、まずはこれを エッジの部分のロープを編んだら、これは私今回はこのエッジの部分のこの茶色いロープはガリバスのところで購入したハードロープなんですね。なんで太いのがそのまんま太いまんまで、硬いからクシュッとなりにくくて幅が出てしまって、まあこれでね使えるかな、寸法が金具のベルト金具の寸法にどうかなっていう心配もありながらやってるんですけども、もしガリバーさんのものであったら全部芯を抜いたらいいと思います。そうすると針がなくなりますから、もうちょっと楽に編めるかと思います。そして次、今こんなこういう状態で両サイドにこれが渡ってますので、今度はクロスさせなきゃいけないんですね。1回目のクロスがここでしたから、同じようにこちら側が上になるように、そしてクロスした時は外向きに巻きます。で、このクロスする場合は真ん中の柄編みのロープは中央で向かい合わせ。で、これで再度締めて、中央の芯を引っ張って、よいしょ、
結構ねごついですのでね、こう2本じゃ動いてしまうと思ったら、もう少しピンチをしてしっかり固定させまして、よいしょ、内向き同士にさせまして、とにかくこの両サイドを気をつけなければいけないです。芯をしっかり引っ張って両サイドを締めて全部束ねて、もう一度ここのサイドをここを引っ張ってギュッと締めてください。これはねカリバーさんのロープは本当やっぱり硬いですね。でこういう風にして締めて、なんとかこう幅をね、この中入るように D カンの中にも入らないと使い物になりませんから、幅が肝心です。なので幅がちょっとちょっと緩めにすると幅が出ちゃうかもしれないので、そこを気をつけてください。はい、でこれでまた次の段階に行くので、これが今度折りますから、この形になるように編まなきゃいけないので、今度はこれは内向きに、今外向きにしました、外に向かって、だから今度は内向きにするというところが一番ちょっと気をつけなきゃいけないところですね。なのであとはもうただただ真ん中の柄は青いロープの方向次第で分かりやすいかと思います。まずはサイドから同じことを繰り返して、真ん中に突き出して、でその自分のロープの下をくぐらせるっていうやり方です。はい、で次が今これ中央が内向きだから、今度は中央は外向きになるわけですよね。そしてこの青いのが内向きになって、ストレートで下ろして、でこれ向かい中央は向かい合わせになって、はい、こういう形になります。これの繰り返しでなっていきます。両サイドで仕切り作って、真ん中でクロスしてっていう編み方になっていきます。はい、ではこのまま編めるところまで続けて編んでいってください。はい、で最後の最後のところまで来ましたの でここで真ん中の芯が輪になってます。それをずっと同じやり方をするとこんな風になるんですね。最後束ねた感じ、そしてこの両サイドのロープを同じようにこう絡めるとこういう感じになりますの でそこでもうここと上と全く同じやり方で、あとは巻き留めるだけなんですね。なのでここを輪にすることによって2本分のロープがこういうふうに端の始末をしないで済む状態になるんですね。でこのようにあと最後のこのクロスを作んなきゃいけないですから、ここで中心は
内側向き、内向きにして、内向きにして、あとはクロスをするので、ここにクロスをさせるべく、このようにして、巻き上げて、さらにここをしっかりと巻き締めますね。巻き寄せ、巻き締め。もう全部今まで上からつながってきたやり方、その通りに続けてやるだけです。そしてここ両サイド締めます。もうここが最先端、終わりのところなので、もう締めるのもかなりしっかり締めていただいて構いません。でもう一回ここも締め直して、はい、そしてここの真ん中のロープを、ここを束ねた状態で、エッジのロープで平結び。このロープ、泣けるだけこれもしっかり引っ張った状態で巻き結び、じゃなくて平結びに入ってください。やはりね、今回はこの両サイドのロープをガリバーさんのとこで購入したハードのロープが残ってたので、それを使ったんですけども、非常に手にも良くないです。硬すぎて。なのでたくさん作る方はもう必ず何かしら炎症が起こってくるかと思いますので、ソフトロープをお使いになった方がやはりよろしいかと思いますし、やはりゴワゴワするのでね、この出来上がりもなんか硬いんですよね。そうするとやっぱりワンちゃんの首にとってもどうなのかなって思いもあります。やっぱり擦れて皮膚がとても人間以上に弱いですから、擦れて皮膚炎になるってもいけませんのでね、刺激の少ないものの方が理想的かと思います。まあ、これはお好みで、平結びの長さはお好みで、でこの辺りにして、今回もこの辺りにしてやめておいて、でここいつも通り巻き留めて終了ということにしようと思います。はい、それでは毛糸針に100均で買った、レース編み用の糸ですね、これを2本取りにして、ちょっとコブ作りの目立たないところに横刺しにします。ちょっとコブが隠れるところに横刺しにして、でぐるっと反対側に来て、ここも横刺しにして、適当に真ん中あたり刺して、こうするとね、まとめやすいんですね。なので横刺しにしてます。そしてここ2、3回。これ今2回巻きました。これちょっとねじれてるので、ねじれを直して。
これで3回。まあ大型犬用なのでちょっと丈夫にしようと思いますから。で、巻き上げてくださいね。巻き下げるんじゃなくて巻き上げて、こっちの上の方、根元の方に行くように巻き上げてください。そして適当なところで表から裏に針を差し込みます。よっよっと。で、しっかり引っ張って裏で結び込む。コブを作ったら何回かこの中をじくじくと刺してください。そうそう、コブが抜けないように。はい、そしてカットです。で、切れ端がね、コブのとこできてすぐカットすると、コブの切れ端が、ロープ、糸の切れ端が見えますから、このように。何回か刺して見えないところでカットするといいかと思います。はい、でここ先端カットします。まあ、5ミリ以上残して、はい、でこれで完成となります。でもここ最近私はもう固めないことにしてます。もう柔らかいままの方がいいかなと思って、なのでちょっとついでにほぐしちゃいますね。ほぐしておきます。はい、でこんな感じでクロスになって、両サイドがこんな風に縁取りが入ってという編み方でした。ね、ここでまとめておくとね、とてもここのスムーズに入りやすいんですね。で、ギリギリで使う場合は、ここに、この金具と D カンの間にベルトループを作るといいと思います。ここを押さえに。という感じですね。で、ベルトループの作り方は、まあ、前にも動画出してますので、概要欄の一番分かりやすいところにこういうのはまた再度貼り付けておきますので、それを見ながらお作りになってください。はい、これだけね、太くて厚みもありますので、当然中型大型犬用の首輪に向いてます。そしてこういう風にして巻き上げていく編み方なので、ベルト金具がとてもよく使いやすい編み方になっております。これをワンタッチにすると、最初どちらにしようか迷ったんですけど、ワンタッチにするとこれ8本のロープをここで後始末をしなきゃいけないんですよ、裏で。そうするとね、しっかり編んでるこの編み地に8本の後始末を、まあ、こういったロープにくぐらせるっていうのはちょっと割と大変なのと同時に、かえって壊れやすいかと思いますので、ロープを溶かして止めてるだけでいずれ簡単にその溶かしたところが外れてきますから、やはり中型大型犬用ですので力がねすごいから、なのでやはりね、ベルト金具の方が向いてる、合ってるんじゃないかなということでベルト金具にしました。なので今日はこんなところになります。本日ご視聴いただきましてありがとうございます。また次のものも用意してありまして、やはりまた大型犬向きのものになるかと思います。小型犬用の細いロープって、大型犬のより4ミリより逆に細い方が高いんですよね、ロープ代が。そういうこともあるのと、やっぱり大型犬飼ってらっしゃる方は、値段もね、やっぱり買おうとなると、首輪を買おうとなると高くなるかと思いますのでね。なので、大型犬のものがちょっと多くなるかもしれませんが、本日はこんなところになりますので、また次回もお楽しみにお待ちいただけたらと思います。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回、ぜひまたお楽しみにお待ちください。